こちらアメリカのアーリントン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ前に行くのはどの馬か。ブリリアントシャトー前に行きそうです。ムービースター、それに続いています。さらにはイッツオールグリークトゥーミー、6番キャプテンデュライン、その後ろ後方に控えたのがインザグルーヴ。では前の方から見てみましょう。ファイトスポット先手を取りました。オレンジの帽子シリウススクワート、その後ろ内からはブリリアントシャトー、その外からスカイクラシック、すぐ後ろにマックスメイク、その隣にスマイルプレス、その横にグロリアキネマ、ムービースター、この位置です。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。もう一度先頭から先手を取ったのはタイトスポット、これに続いてシリウススクワート、すぐ後ろにブリリアントシャトー、その隣にイッツオールグリークトゥーミー、その横にグロリアキネマ、スカイクラシック、この馬もこのグループ、その隣にマックスメイク、その外からインザグルーヴ、ピンクの帽子セカンドマドンナ、その後ろムービースター、後ろからになりました。並んで2番マルターズストリーム、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前はタイトスポット、2番手はシリウススクワート、イッツオールグリークトゥーミー、3番手ムービースター、後退ムービースター、大丈夫か。後続も追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ファイトスポット先頭、残り 200m、 先頭はスカイクラシック。ファイトスポット必死に追いすがります。一気にプリオロ、プリオロ、わずかにプリオロ体勢有利。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。ここで先頭はアドマイエバート、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。一気にパフェファントム、やはり強いアドマイエバート。スイートホーク、スイートホーク1着、2着にはどうやらパフェファントム、見事に勝ちました。スイートホーク、アドマイエバート敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。最後の追い比べ、先頭はカワチトリビュート、カワチトリビュート先頭、カワチトリビュート粘る。フェイモーブラス、家庭トウーショー追いすがります。フェイモーブラス、フェイモーブラス1着、2着にはどうやらカフェトウーショー、見事に勝ちました。フェイモーブラス、カワチトリビュート敗れました。これは掲示板までです。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。先頭は河内サンド、しかし後続の足色もなかなかいい。河内サンド厳しいか。ミスターシクレノン差し切った。先頭はミスターシクレノン1着でゴール。ミスターシクレノン1着、2着は河内サンド。ミスターシクレノン見事な勝利です。